フットサルフェスタ2022、みんなが主役をスローガンに、誰でも気軽にプレーを楽しめる大会。年齢、性別ごとにカテゴリーを設定し、幅広い地域で予選を開催することで、フットサルらしい多様性を受け入れる大会。そんな素敵な大会に、マルバはアンダー12のカテゴリーで2チームが参加。前回、フットサルフェスタ全国大会の舞台になるグリーンアリーナ神戸に移動してきたマルバフューチャーセレクト A の選手たち。そのまま予選リーグを戦い、2勝で1位に、決勝トーナメント進出を決めた。今回は決勝トーナメントの様子をお届けします。しかしながら、前回同様権利の関係で試合映像を公開することができません。フルの試合映像はフットサルフェスタ公式チャンネルからご覧ください。概要欄の URL からご視聴お願いいたします。ビビチは南 FC の、南 FC が黄色いピボをつけてゲームをするようですね。あとキーパー取った時さ、ちょっともうちょっとさ、早く下がってさ、自分の前に置いてもらっていいですか。そうですね、みんな優勝したいと思うなら、そこみんなで声をかけて助けてあげようと。文句じゃない、助けてあげる。 OK、はい、そこ意識してやろう。 OK、はい、よし、じゃあ行こう。じゃあ最初リグで行くか。じゃあ俺やめたまん。最後で最初ケンちゃん行く。ファーストピリオドはマルバボールでキックオフ。海洋が縦に運んで後期とのワンツー、そのままシュートを打つもキーパーに防がれる。キックインから海洋、後期とつないで最後はこぼれ球を海洋。さらにコーナーキックから薄いカンタのターン、こぼれ球に斉藤陸。相手からボールを奪った斉藤陸からラストパス、これをしっかりと薄いカンタが決めて1対0、マルバ先制に成功します。クリアランスからカンタ、後期とつないで再度カンタ、最後は斉藤陸。コーナーキックのこぼれ球におつころ海洋。相手に数的有利を作られピンチを迎えるも、これは中田源太スーパーセーブ。このまま1対0でファーストピリオドが終了します。12のセミファイナルです。ドリブルされてみたいな。で今はちょうどここで蓋できて、もうパス出すとこなくて引っかかってくれてるから OK なんだけど、だけどちょっときつくないこれ。どう、それでいく、もしくは最初こういう感じでよくて、こういう感じでよくてボール出てカンタ出るじゃん。そしたらちょっとここ狙いに行って2-2にするとか。いや今はままで、今は2-2で、うん、2-2じゃんってこんな感じで。そうだよね、やられた、うん、やられてこの人にパス出されてつけられた時にこの人もカバーいって、この人が苦しくなってるから、うん、この人が結構効いてると思う、うん、じゃあその感じでやるか。いい、どうかいい、いい。でカンタがちょっとこう限定してもらって、でここは中間で、もしドリブルでキュッていかれちゃったらこの斜めだけ出されないようにしよう。若干こう、うん、なこう一番嫌なのはここにこう出せるの嫌だね。だからこっちは、うん、だからちょっとこうして、でここにつけさせたところでこういけばいい。でその間にね、ここさっきカヨにも言ったんだけど、ここ全力でボールまで戻ろう。 OK、はい、で攻撃のところはもうちょっと手前でシュート打つかつけるか。 OK、 でちょっとそこを意識して。 OK、 セカンドピリオドは宝塚ボールでキックオフ。自陣深くからドリブルで突破したおつころ海洋がループシュートを狙うも枠の外。相手のキックインをパスカットした薄いカンタ、1人で持ち上がるも一度はボールを失います。逆に相手のカウンター。しかしこれをおつころ海洋が冷静にマイボールにすると、再びカンタへパス。抜け出したカンタがシュートを放つも惜しくも枠の外。斉藤陸、郷内航輝とつないでこぼれ球を斉藤陸が抜け出し、そのまま右足一閃。これがゴールに突き刺さり、マルバ2対0、追加点を奪います。相手のキックインからカットした郷内航輝、ふわりと浮かして薄いカンタ、前を向いてドリブルで侵入。カンタのパスに斉藤陸、その折り返しにおつころ海洋。マルバ美しい流れから3対0、さらに突き放します。低い位置でプレッシャーを受けボールを失うと、そのままキーパーと1対1に。
しかしここは岩杉聡太がファインセーブ。そのクリアボールに反応したおつころ海洋、トーキックでシュートを打ちますが枠の外。セカンドピリオドは相手の猛攻に押されるも、少ないチャンスでしっかりと決め切ったマルバ、3対0で決勝戦へ駒を進めました。ここでオフサイドボールこう入るじゃん。入った時にね、こういう感じで今ここでどうにかバチッていけてるから悪くないんだけど、逆サイドの選手がみんなそうで、ここにいるので、でここに平行同じラインにいるの。ここで抜けちゃったらまたキーパーと 1-1 で予選の2失点覚えてる？それと同じになっちゃう。今は大丈夫だ。 OK。 これをさっきカヨにも言ったんだけど、内側でちょっとしてほしいんだよね。これするだけでもし行かれちゃってもここからもう一個行けるから、ここで戻る時間ができる。 OK、ね、今はそれがない。でさっき海洋に言ったのはそれ で奪った瞬間チャンスだった時は全然出てよかったんだけど、その手前のところを海洋には言ってる。わかる？でもそれ海洋だけじゃなくてみんなそう。 OK。 そこだけできれば次のブリンカールとかも全然問題ないけど、ブリンカール何がうまいって言ったらね、ポンポンポンっていうのうまい、上手。OK、うん、だからそれがあるなっていうのを言って、わざとちょっと残ったりとかすることで引っかかったりとかするから、形でしかやらないから、うん、だからそこはみんなのもうね、相手の狙いを読む力のレベルアップ。 OK、 そこをちょっと意識して、で攻撃的にはすごいとても良かったと思う。シュートも打ててたし、仕掛けられてきて、下のために打てることで点数も取れてるし、 OK、 そこはちょっと意識して頑張る。あとコーナーとかさ、大丈夫？なんかね、結構こういう感じに相手いてさ、なんかみんなでこうやっているのね、打たれちゃうから、誰ねっていうのだけちょっとこう決めといてくれほしいの。別にこれっていう感じじゃなくて、あ、俺6番ね、お前11番ねみたいな感じで決めといて、出てから別にそれに対していけばシュートコース入ってれば問題ない。 OK、 そこだけちょっとみんなで声をかけて頑張りましょう。いいっすか？はい、今日は頑張ろう。はい、この後ね、すぐ。みんなでここで締めていこう。せーの、勝つか負けるかどっちなんだい、勝つ、パワー。選手たちはリラックスした状態で決勝に臨みます。ファーストピリオドはマルバのキックオフ、深い位置でボールを奪った斉藤陸、薄井カンタに預けて郷内幸輝へ、一人かわしてシュートもキーパー正面。郷内幸輝から左の薄井カンタへ、そのままシュートを放つもキーパーのナイスセーブ。郷内幸輝が一人かわして縦に突破、おつころ海洋が右でもらい、そのままシュート、ニアを打ち抜くスーパーシュートでマルバ先制。ブリンカールに中央を突破されるも、ここはファールで止めます。このフリーキックは難なくクリア。クリアランスから郷内幸輝、おつころ海洋とつないで右に展開、縦パスを乾大河が受け中に入れるも、これはつながらず。郷内幸輝から左の乾大河へ、ワンタッチでふわりと浮かし、薄いカンタの折り返しに再び郷内幸輝、マルバの美しいパスワークで2点目を奪います。ブリンカールに右サイドを突破されるも、中田健太スーパーセーブ。
またしてもブリンカールの攻撃、左サイドを個人の力で突破されるとそのままニアにシュート、これが決まり2対1、マルタ失点します。このまま2対1でファーストピリオドが終了。U12 決勝戦バルバ FC フィーチャー大会ブリンカール FC 2022第1ピリオドが終了し、2対1で現在マルタがリードです。最初すごい良かったので、ちょっと疲れてきてるのもあってさ、ちょっと追いついてるの増えちゃってる、しかも真ん中で、それで結構守るの大変だな、守れるけど、それがいっぱいあるとね、5回中1点ぐらいこうやって入ってる、だその回数はちょっと減らそうで、危ないって思ったらさ、やっぱりそこ自分でもうちょっとやりきるか、もうちょっとね、別になんか無数のパスコースがあるじゃん、外に出すっていうさ、別にそれは悪いことじゃないでしょ、そういうのを選ぶとか、OK、そこもうちょっとすること、で、最終、なんか間に合わないなと思ったときに、最終、なんかファンにさ、決められちゃうのしょうがなくて、だからそれは元太が最後、ニアだけは絶対ダメみたいに、ちょっとこう、気になっちゃったよね。だそこはもうちょっとこうしっかりやれば全然問題ないから OK ピースでいこうぜ。 OK で、あとは結構奪えるじゃん、奪った時の速攻の精度だけ上げよう。 OK 点数取れると思う。であとキーパーちょっとやばいから、ああやって点数多分取れる。 OK、うん、そこ忘れずにやろうぜ。 OK、はい、残り7分だよ。 OK、はい、よし、じゃあまず日本一ドロー終わりだって。 OK、 よし、じゃあいこう。じゃあしちゃう、あ、またしちゃう、もうじゃあ行こうぜ、行こうぜ、行こうぜ、はい、相手も足止まってきてるから裏取ったりとか一応で、ね、OK、はい、よし、15の先ほどからせーの、勝つか負けるかどっちなんだい、勝つ、パワー、また俺、運命のセカンドピリオド、ブリンカールのキックオフ、コーナーキックから郷内幸輝がシュート、これが相手に当たってゴールに吸い込まれ、マルバ追加点、3対1。キックインからシュートを打たれるもこれはマイボールに、海洋が一人でドリブル突破もここはファールで止められる。ブリンカールの攻撃、海洋がチェックに行くも剥がされ、右に展開、一度は守るもののこぼれ球を再び拾われ、これがニアに決まりマルバ失点、3対2。郷内幸輝から乾大河へワンタッチでおつころ海洋につなぎ、キーパーと1対1、しかしこれも決められず、郷内幸輝から乾大河へ、中にいる薄井簡単に預け、再び乾大河へ、このシュートはキーパーにセーブ、中央を突破されそのまま縦パス、これをきれいに決められ土壇場でマルバ失点、3対3。そしてここでタイムアップ、終了。さあ運命の PK 戦で戦っていきます。バチバチのタイマー勝負が見たくなってましたね。でサドンデスだし、オッケー。さあ、これはどうでしょうか。最初に蹴るのはどちらのチームなのか。大丈夫だ。1番どうする？はい。じゃあお前はなんかやめる。両チームボディーのか、1を見せるのか。それとも一回だ。5、6。いや、最初のバレです。両チーム攻撃で突き抜けるのか。先行はマルバ。あれ練習してましたよね、あのコース、さっき止めた、あれ、あー、サンキュー、4本目も決めてきました。
が白日の PK 戦にまでもつれ込んだこの U12 の決勝、見事勝利を飾ったのはプリンカーレ FC 2022東海大学でした。皆さんもう一度全力拍手。さあ、それではこの後準備が整いしたい表彰式への移行してまいりたいと思います。レディースの、ブラジリアンフットサルレディースの皆さん、そして、クラスク名古屋スティーブの皆さん、さらにはオーバー35カラスデング、そして、高谷口の記載審判長の皆さん、そして今ね、ゲームが行われましたブリンカル FC 2022の皆さんとバッグ FC 一番 A の皆さん、以上の6チームの方は表彰対象となっています。 A ピッチに集まっているので、スタッフの指示に従って整列をお願いします。なお、ユニフォーム写真撮影が行われますので、ユニフォームでなるべくユニフォームで表彰式参加をよろしくお願いいたします。これからね、また次に向けてマットレーニングしようみんな。オッケー、いいですか。はい。じゃあ最後そのまま表彰式あるのかな。じゃあそれで表彰式して行こう。激戦でした。その激戦、まずね、この決勝に飛ばすことは第2位です。第2位はマルマクシーフィッチュアイの皆さんです。U12 カテゴリー、ね、第2位ということになります。そういう事情があったんですね。あ、なぜ、そう、埼玉からですもんね。そうですよね。いや、あるまでありがとうございます。さあ、今日の大会振り返ってどうでした。あ、2万円くらい。2万円くらい。いただきます。さあ、2万円のうち1万円いきます。この後ね、ぜひ、神戸の美味しいものを食べてください。ありがとうございます。